皆さんお疲れ様です。今日は大変暑い中お集まりいただき誠にありがとうございます。僕ら去年はあんまりこうファンの方々と触れ合うことができなかったんですけど、今年は、僕は選手会委員長として、まあ、やらせてもらってるんですけど、できるだけ、まあ、ファンの方々としっかり、なんていうんですかね、一緒にできればと思ってこういう企画をして、やりました。どうですかね、こういう感じは。これからもファンの方々と交流できるようにしっかり、まあ、僕らも考えていくんで、ぜひこのまま応援してください。そして、まあ、次戦みたいなんですけど、しっかり倒せるように、今日皆様方から、力を受け取ったと選手は思ってると思うんで、これを力に変えて、仙台ぶっ倒します。